お最高来た地雷あります。戦闘率して最後のこれを、おえ、はい、皆さんこんにちは、シノです、よろしくお願いします。ってことでシノダムさんに使っていこうかなと思います。いや楽しみでございます。まあ、初日に使いたい欲をねめちゃくちゃ我慢しまして、2日目エルシオンが降臨するのが分かっていたんで、ここでちょっと使ってみたいなっていうのでね、2日目にさせていただきました。申し訳ない。はい、で性能じゃあまず見ていきましょうかと。はい、こちらでございます。うん、いいね。まあ最近の中では、まあ高ステータスっていうか、もう最近このステータスぐらいが当たり前になってきましたので、まああえて高ステータスとは言わないでおきましょう。ただこのステータスの中からシノさんはですね、超アンチワープ、火力漏れます、超アンチ減速壁、スピード漏れますね、マインスイーパー EL、 地雷持つら3倍、上体上速時から上体上になったら攻撃力が 1.5 倍でございます。はい、まあ火力を盛る要素っていうのがめちゃくちゃ多いんですよね。ただ結構条件が厳しくてですね、超マイスイじゃないので自分で拾いに行かなきゃいけないだったり、まあワープのクエストじゃなきゃね、そもそも超ワープで火力が上がらない、減速壁がないと加速はできないみたいな感じになってますので、まあ全部が揃ったらいいんですけど、まあこの3つが全部重なるってことはほぼほぼないでしょうと、うん、でさらにそこに状態異常とかも出てくるっていうね、そんな都合のいいクエストがあってたまりますかと。はい、なのでまあ逆に言うと、どっかしらどういうアビリティで適正クエストでハマったとしても、自分の武器どれかしら一つが刺さるみたいな状況になっているので、そこがすごいいい点かなっていうのを思いますね。はい、で、最大の魅力であるこちら旋空攻撃、これがね強いですね。はい、まあ自走します、旋空攻撃バチバチ打ちます、最後に一撃ドーン追撃しますの3段階でございます。なんと自走1段階目 1.5 倍、2段階目 1.8 倍、旋空攻撃倍率知りません、はい、最後の追撃倍率知りません。今回は演出が見たいので使っていきます申し訳ございません。はい、倍率は多分ゲーム図に載ってます。で優勝コンボ、エナジーボールと超絶次元斬。まあ次元斬はね、旋空攻撃のイメージがあるんでやっぱつけてほしいなってところなんですけど、まさかのエナジーボール持ってきてくれたのはすごい嬉しいですね。ってことでエルシオン早速、はい、ということでやってまいりました、エリシオンでございます。まあできればね、1号で守護獣も使って 1.2 倍シオナさんを見せていきたいところなんですけれども、はい、一つだけちょっとね大きい問題がございまして、私がエリシオンのクエストほとんど覚えていないと。はい、なのでどういう感じでやっていくのかなと思い出しました。弱点外をしてちっちゃい弱点の方で火力を出していくクエストですね。はい、じゃあマイス EL 見せますね。すごいよこれ、あー、はい、ということで、すいません、篠田さんの説明をさせていただきたい。あ、篠田さんの説明、まあ、初号がしときます。はい、強いです。うん。2つなっていうかさ、これがあると思うんだけど、ノーマルトリガー最強の男、篠田正文。はい、これどういうことかっていうとですね、ワールドトリガーの世界には大きく分けて、2つのトリガーと言われる武器がございましたね。1つ目がノーマルトリガー。まあ、なんかほとんどの隊員が使ってるノーマルトリガーって言われるトリガーですね。なんか、何かしら武器持ってたら大体ノーマルトリガー使ってると思ってください。で、もう一つがですね、ブラックトリガーと言われるね、はい、ジンだったり、クガかな、クガってもあれ前回のクガですけど、前回のクガ持ってるような武器のことをブラックトリガーって言うんですけれども、まあモンスターに例えますと、ノーマルトリガーが滝夜叉姫、ブラックトリガーが当時のルシファーだと思っていただければと思いますね。はい、まあ降臨とガチャゲンを使っているっていうぐらい、そもそも武器としての性能の差がかなり激しいよっていう設定になっておりましてですね。で、篠田正文さんは何なのかと言いますと、まあ、強いんですけど、それはブラックトリガーのおかげで強いんじゃなくて、この篠田正文さん側が強いと。はい、なので、ノーマルトリガー最強の男って書かれてると思うんですけれども、ノーマルトリガーなのにもかかわらずめちゃくちゃに強いみたいな感じですね。はい、それが篠田さんでございます。はい、だから唯一っていう描き方もされたと思うんですけれども、そのブラックトリガーを相手にしたら普通ノーマルトリガーじゃ勝てないっていうぐらい差があるんですよね。なのに篠田さんに関してはブラックトリガーに対してノーマルトリガーでどっこいの勝負ができると、どっこいもしくは勝つことができるっていうぐらい強いです。めちゃくちゃ強い、うん、ただね、ちょっと久我さん、久我さんとか言ってた、久我とコナミ先輩の時の使ってみた動画でも割とその武器の話とか結構してたんですけど、篠田さんはね、古月っていうね、トリガーを使うんですよ。その剣ですねっていうトリガーを使ってるのは知ってるんですけど、それ以外はね、今の原作で追われてるのとか知らないですけど、あんまりね、めちゃくちゃ何回も戦ってるわけじゃないので、そんな覚えてない。正直1回だけ戦いのシーンすげえ思い出せるんだけど、それ以外ね、あったかな、なかったんじゃないかな、下手したらな、ってぐらいなんで、これ以上ちょっと語れることがないんですよね。た
ただね、あの第1弾の方で来た、立川ですよ、超級魚があったじゃないですか。あれ超強いじゃないですか。性能も強いし、まあ、立川さんって現ナンバーワンアタッカーなんで、あれそうだ、確かそうだったんですよ。ちょっと前がコナミなんですよね。ちょっと前っていうか過去はコナミがナンバーワンアタッカーで、今多分立川なんですよ、変わってなければね。で、そのナンバーワンって言われるその立川さんの師匠じゃなかったっけ、確かそうだったはずでと思います。だからそれぐらい強いよってのが分かってれば OK です。だからこの SS をもらってめちゃくちゃ強いキャラ、はい、2段の中でもなんかちょっと抜けた強さを持ってきてくれたっていうのはそこに理由があるわけですね。はい、なので、まあそのね、めちゃくちゃ強いよと言われているのがどれぐらい強いのかっていうのはね、今回 SS を打ってね確かめていこうかなと思いますね。まあでもね、自走の時点で倍率がかなり高いんで結構期待していいんじゃないかなって思いますね。ただどっちかというと、自走の部分っていうよりは今回はあれですね、SS の最終追撃の部分を見ていきたいと思ってるんで、追撃までちょっと待っていただければなと思いますね。あれそう、それがね、あの弱点追撃確定なんですよ。地雷をその時持ってたら地雷の倍率乗ってくるみたいなんですよね。だから、地雷を持って最後その追撃ドーンのところに行くのが必要になってくるわけなんですよね。でもね、結構それが難しくてね、多分ね、まあ、特にエリシオンのクエストにおいてはそれすごい難しいと思ってて、まずさ、これ最初に触れた敵でしょ、だよね、停止後に最初に触れた敵に先空攻撃を放ち追撃するなので、最初に触れなきゃいけないじゃないですか。で、こいつ超麻酔じゃないじゃん。だから地雷がね、その自走をして、自走を止まったって時に地雷を持ってるって状況を作ってあげなきゃいけないんだよね。これが多分ね、今回ね、この篠田さんのね弱点になってくるんじゃないかなと。まあエリシオンにおいてね、弱点って言っても別にこうなんかこれちょっと使う前にも何回かあの SS は打ったんですけど、あれだね、別に地雷を最後持ってなかったとしてもやっぱある程度の火力は出してくれるので、うん、まあ地雷なしでワンパンしろって言われたら結構きつい時の方が多いと思うけど、でも結構やってくれるんでね。はい、じゃあここからはボス戦なので、まずやらなきゃいけないことがですね、地雷の確保で、今地雷3つ持ててるんでかなりいいですね。で、弱点の変更だね。あとやらなきゃいけないのはこれ弱点を上側の弱点にしといてあげないと火力出せないのでね、さすがに。はい、で死ぬやつ、いいね、かなりいいよ、状況いいよ、かなりいいよ、これかなりいいよ、めっちゃいいよこれ。でこのいちごさんがあとはもうなんか下手に暴れないでいただければもう完璧だと言っていい。さあこのいちごさんではい打ちます。そうするとバランス型が上がります。弱点変わります。殴んなよ、殴んな、殴んなよ、絶対殴んなよお前、殴ったら先輩だからマジで、お前やめろお前、あーもう消えそう、ちょっと落ち着け、まだあります、これがある俺には。切れますよね、だってゲージ。すいません、ちょっとゲージの 1.2 倍だけ勘弁してください。あ、ゲージの 1.2 倍分は守護時で取っております。よろしくお願いします。そのための守護時、ゲージ切って今からゲージ切りますが、守護時の分で 1.2 倍が入っていますので実質ゲージ切っていません。よろしくお願いします。ザー、はい、ということで、取り直そうと思いました、あの時は。ただですね、ここでちょっと打ってみたい。ここって弱点確か同じなんですよね、サイズがね。で、ちっちゃい方大きい方ってなくてどっちでも良かったよってところなので、まあここで地雷持ってどれぐらい出るのかっていうのを見ていきたいなと思います。あ、これちょっと倒してくんないとあれなんですけど、まあまあどっちにしろ2段階目溜まってないんで、まだ溜めてちょっとここでも打ってみようか、せっかくチャンスあるんでね。いくよ、1段階目ですねこれ、やめます。次打ちよ、次、その前倒さないようにちょっと倒したのが一番寒いから。 OK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  で、こっから価値が2体で、そう OK、 思い出してきたこのクエスト。でこっからのチャーニゴシしまくりのして、いいね、ちょっとそのキラがないと。で止まって止まって、え、これ最高のパターンになるんじゃない。これだってさ、あーそっか、減速緩和か、これ最高じゃない。これ今地雷自分の上に1個あります。さあ行きます、 SS さすがに2ヒットし、あ、するかな、これぐらいにしといた方がいいか、これぐらいにしときます。
したらいかんか。大丈夫だろうな。とりあえず地雷を2個持って、これ2個取れるじゃん。2個持ちながら当たっとくのいいですか。これでゲージ外しますね。さあすいません、 1.2 倍だけ入ってるんですけど、お最高きた。地雷あります。戦火攻撃して最後のこれを、おえ、これはちょっと待ってくださいね。これ待って、え、これねハーレンの時もそうだったんだけど、エルシオンってその中ボスの時に地雷を拾うだけっていうムーブができるんですよ。しかも今回この篠田さんって地雷を中ボスで取りつつ、減速壁で止まることができるじゃないですか。だから前のマップで4つ持っておこう。うん、そしたらこの篠田さんまでにザコン処理もしなくていいですね。ボスの弱点を変えるだけです。でボスに1回触れて減速壁にくっつくっていう作業をするだけでワンパンしますね。これ完走してたんで間違いないと思います。ボス1から、多分過激条件もないかな。あそこで完走してるんで多分過激条件もないんじゃないかな。詳しくはあるかもしれないですけど、枚数 EL でしょ。って EL 持ってて、あの SS の倍率で弱点ちっちゃい方殴りさえすれば多分絶対ワンパンすると思いますね。なんでこれエルシオンこれからやるって人は枠さん篠田さんはあるっすね。これあるっていうかもうほぼ格じゃないですか。この強さはだから道中動けんすよ、ハーレーと違って。もうその時点で最強だし、あーこれは強いな今の。はい、ちょっともう一個行ってみようかな。もう一個行ってみるわ。もう誰でもいいからワンパンしたい、気持ちよくなりたいっていう目的のもと大黒天やってまいりましたね。はい、やっと気持ちよくなれるわ。最高。はい、完璧です。決まりました。見せてくれよお前の本気を。あビナーレこれ使ってきよかったな。さあこれが3倍地雷ないバージョンです。やっと取れた、地雷ないバージョン。ドザドザドザ、こうしてびっくりする、これ。おぉ、いやこれ、地雷やったら、今、追撃の分400ぐらい入ってましたよね。これ、地雷やったら1200万とかになるんでしょ。これ、殴り判定らしいんで、最後の1回は。え、ここ1200万になるのやばくない？普通に。もう一回見てよ。もう一回見てよ。もう一回見させてくれ。邪魔だそうな。おぉ、すごい邪魔だそれ。これ、よっかんか。これ、よっかん、めっちゃ安いんだよ。うますぎ、まあ、これあっちにちょっと待って待って待って、冷静に考えたらビシュニーともね。あ、じゃあ巻き込み見ますか。巻き込みね、巻き込み入れますよね。逆に言うとね、もう全部プラス思考でいくからね。左止まんねえかな。おお最高最高。これさビシュニーに打ってさ巻き込まれ大黒点しない、これ多分。じゃあじゃあじゃあ、で弱点がないからこれはどっち。あ、これビシュニー打ったよね。え、これさ最後のあれも巻き込み判定あんの？割と入ってたよね今大黒天ね、最後の一撃。へえ面白い SS だな。ただちょっとあれだね、トータルの評価としてはその条件が厳しいっすね。まあ今超ワープ、まあ大黒天あったか、多分ワープあったと思うんだけど、あ今なかったかな、なかったか分かんないですけど、まあ超ワープ乗ったかもしれないけど、他のところで言うと状態異常にもなってませんし、地雷拾わなかったシーンのが多かったね。エルシオンは拾ってましたけど、でまあでも単純計算できるか、最後ズドンのところがあれ3倍になるだけなんで約ってのと、やっぱ自走して自走して止まった段階で地雷を持ってなきゃいけないっていうのめっちゃきついね、最後の一撃ドーンが。なんでクエストによってすっげえ変わってきそうですね。 1.8 倍の倍率を出した後に最後のズドンをもう地雷とか関係なしに入れに行くか、もしくはその最後の一撃ズドンのところだけが欲しいならボスに当たって地雷を取るようなムーブするかみたいなので使い分けができると思うんですけど、自走が意外と早かったりするんで地雷を取っとくってのがめちゃくちゃ難しいかもしれないですね。うん、なんでそこの使い方次第にはなってしまうと思うんですけれども、でなおかつボス格じゃないからまたデカンみたいなのしてもボスだけがいるとかボスが一番近くにいなきゃいけないって条件下になってしまうので、結構その理想火力を出すっていうのはめちゃくちゃ難しいキャラなのかなと思います。ただ
まあやっぱ演出今回すげえ凝ってますからね、何回も言いますけれども、それだけでもすごい価値はありますし、まああと今回エナジーボールのね見せるシーンっていうのは全然なかったんですけど、これに加えてさらに友情コンボも強いキャラになるので、まあ今回の当たりなんじゃないかなと思いますね、あの2段の方もね、うん、なんでまあそこはもうまあほとんどみんな使ってもう分かってると思うんですけれども、はい、ここまで見てくださり皆様ありがとうございました。はい、それでは、最後にチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。まだ次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。